エンペイサンダルです。こちら本田さんのエイプ50になりまして、不動でね入庫してまいりまして、まあ無事指導できるようにはなりましたが、まあご覧いただくとねお分かりのようにキャブレターついてませんので、ね、インジェクションモデルとなっておりまして、こちらね燃料ポンプがついていて、マフラーの方には触媒がついている車両になります。でよくね 50cc の車両ね、まあ、触媒つけると走らなくなるからね、触媒なんかついてないと言われる方もねたまにいらっしゃったりしますが、ホンダさんの場合ね2000年ぐらいからね触媒の方はね 50cc、 ね原付の一種には、装備してまいりまして、もう長いことね、50cc のモデルも、まあ、触媒がついたモデルがね、生産されております。で排ガス、ね、規制対応となりまして、エイプも、ね、最初は、ね、キャブレターのモデルだったんですけれども、それが、ね、途中から、まあ、排気ガスの規制のためにインジェクションになりまして、マフラーの方には触媒がつきました。ですので元々は、ね、キャブレターの仕様で、ね、開発された車両になりますが、後から、ね、規制がかかりましてインジェクションに、ね、変更されましたので、このように、ね、後付けもう見るからに後付けしたような、ね、燃料ポンプが装着されておりまして、でタンクには、ね、燃料コックがついていたりと、まあ、通常、ね、インジェクションモデルですと燃料タンクの中に、ね、こういったポンプは、ね、組み込まれるわけなんですが、まあ、後から、ね、仕様変更となったためにこのような、ね、構造となっております。でこちらの車両は、ね、2000キロほどしか走ってませんが、やはり、ね、長期放置されていたために燃料タンクは、ね、かなりの錆が出ておりまして、でここにね燃料コックがありますが、こちらを、ね、オフにしてもこれ、ね、インジェクションの車両ですと燃料ポンプにね、燃料が送られて、この中でねポンプでずっと加圧されて、こう循環燃料はね循環ずっとしてますので、燃料にねリターンパイプがあって、タンクにね戻すパイプがありまして、こちらね常に燃料タンクとつながってますので、やはりねサビが降りてしまって、中の方はね腐食したガソリンでもうひどいことになっていました。まあね、なるべくならね簡単に直したいということで、燃料ポンプの中にねキャブクリーナーをこう溜めてみてね、なんとかもポンプが動かないかなともやってみましたが、やはりねダメでした。まあそのね交換したポンプがこちらになりますが、やはり中見てみたいですよね。でこの長期放置したこの燃料ポンプ、中どのようになっているか見てみたいと思います。それでは燃料ポンプ分解してみたいと思います。その前にね外観見てみますと、こちらね端子がありまして、これね中の燃料ポンプのモーターとつながってまして、プラスとマイナスですよね。それでモーターの方を動かします。で細いパイプですね、こちらに燃料タンクから、燃料コックを通じてね燃料が送られてきて、で中のモーターで加圧されて、こちらのパイプからインジェクターですよね、燃料がね噴射されます。でそのねずっと加圧されているわけですが、圧力がね、まあ、一定以上上がらないようにね、余ったガソリンの方はこちらから燃料タンクに戻されて、ずっとねでまたその燃料がねこちらから降りてきて、ずっと循環するようになります。この燃料ポンプねかしめてありますので、もう分解しますとね、再使用は不可となります。それではね中見てみましょう。これ一度ねキャブクリーナーをね中に充填させて洗浄してますのでね、ある程度流れてしまっているかもしれませんが、このようにねタール状のものがやっぱりそこにね残ってしまってます。で燃料ポンプのものもねもう固着して動いておりませんでしたので、ちょっとね使用には程遠いですよね。最小にはこれね中のインペラをねちょっと動かしてみてますが、もう全然ね固着してしまって動きません。ですのでね少々キャブクリーナーをね充填しただけではこういったね固着はもう取れそうないですよね。長期放置で固着してしまった燃料ポンプの中身、やはりねどうなっているか気になりますよね。ですのでこちらの燃料ポンプ分解してみたいと思いますが、
このポンプのね両端これねかしめてありますので、これをね削って取らないと分解できないわけですが、中にねガソリンが残っていたりすると火災の原因になったりしますので、ご自身でね分解するのはもう絶対ねやめておいた方がいいと思います。というかね、分解しないでください。まあ、こちらのね動画を参考に、まあ、長期でね放置するとポンプがどうなるか見ていただけたらと思います。それではね削ってこのねかしめを削って分解してみましょう。こちらの穴から燃料を、ね、吸い上げるわけですが、通路に、ね、このようにもうタール状になった燃料が詰まってしまっています。この燃料を、ね、圧送するインペラーですが、こちらも、ね、このようにもう固着してしまっています。このように、ね、内部ももうタール状のもので詰まってしまってますよね。まあ、先ほどのねグラインダーの熱で多少ね固着した部分が柔らかくなっているみたいですが、やはりねこうモーター自体も固着してますよね。今度こっちの端子側を分解してみましょう。この接点部分にもね劣化したガソリンがこのようにね付着しております。これらはね導通が悪くなりますよね。でモーターの中身ですがね、このように完全に劣化したガソリンで固着しておりましたね。中の方にも溜まってます。この燃料ポンプの構造以前もねご説明しましたが、またね簡単に説明しておきますと、こちらね端子の方にプラスマイナス電気が流れますと、このねブラシの方からこのねコンピューターローターの方に電気が流れて、中のねこうモーターが回転しまして、でそのねシャフトの先にありますね、こちらの方にこのインペラがね装着されておりますので、このねインペラが装着されておりますので、モーターが回転するとこのインペラが回って燃料の方をねこちらの穴から吸い上げて、このねモーターの中を通って、こちらね穴から加圧されたガソリンが出てくるようになります。ですのでねよくリコールになっているのは熱によるね変形ですとか、まあ、製造時のねこの精度の不良によってこのペラがね引っかかってしまって、回転しなくなって、それで燃料を送られなくなって車両の方がねエンストエンジンが止まって、車両の方が停止してしまうということになります。ですのでこのインペラですよね、この羽とこのモーターのねクリアランス結構ね重要になってくるんですよね。このね燃料ポンプ、燃料を入れずに空回しですよね、空打ちしてはいけないというのをよく聞きますが、まあ、なぜねいけないかというと、このね燃料ポンプ自体はね燃料のガソリンの中にねこう使っているものになりますので、その燃料自体でねこのインペラですよね羽の部分を潤滑したりですとか、あとねモーター自体もね熱を持ったり、まあ、このペラの部分もね熱を持ったりしますので、その冷却も燃料ですよねガソリンの方で行ってますので、ですので、ね、空で回してしまうとやはりね潤滑不良ですとか、あと熱によってね変形したり、このペラがね一回変形してしまうとこのようにね樹脂ですのでやっぱり癖がついたりしてしまいますのでね、あまり良くありませんので、まあ、そういうこともあってね燃料ポンプの空打ちはやめてくださいというふうによくね言われております。構造を見るとねよくわかりますよね、これ樹脂製です。まあ、通路の方もね結構細いですし、ここまでね、腐食したガソリンがね中の方に溜まってしまうと、少々ねこうキャブレータークリーナーですとかエンジンコンディショナーをね注入しても完全にね流れ出すことはありませんので、ね、通路が細くなったりしてますので、余計に、ね、詰まったりしますので、まあ、ごくごく軽微なね、汚れですとそういったねクリーナーで取れるかと思いますが、もうここまでなってしまうとね交換した方がいいと思います。で安いね外品の燃料ポンプもこの辺りのねペラの
ね、インペラの精度が出てなかったりしますので、やはりねそういった部分が当たり外れになってくるものと思います。はい、ということでね、交換した燃料ポンプの方を分解してみました。こちらはね、外付けの燃料ポンプとなっておりまして、これがね燃料ポンプ本体となっております。で、中の方にねこのモーターがね、内蔵されていて、このモーターで燃料の方が圧送されています。でも完全にねモーターが固着して、ね、燃料の方が送られていませんでした。こうなってしまうとね、もうこのポンプアッセンブリでの交換となりますので、まあ分解してねこのモーターだけね、サイズの合うものと交換することもできるかと思いますがね、このかしめがあったりね、やはりこう中で燃料がね循環してますので、もしね漏れ出すとね、ガソリンですので危ないですのでね、ポンプはアッセンブリでの交換となります。で、この燃料ポンプお値段税込みね、22,880円となっておりまして、まあ、キャブレターですとね燃料タンク錆びておりましたので、まあ、燃料タンクのね、錆び取りとあとキャブレターの方をね掃除すれば、まあ、エンジンの方ね始動できたかと思いますが、インジェクション車となるとこのねポンプが絡んできますので、結構お値段かかったりすることがありますね。ですのでね、まあできるだけね機械ものですので動かしていた方が調子がね取れるとは思いますが、まあ、長く放置しますとねこういったリスクもありますので、十分ね、他にはお気をつけください。ということで、こちらね、APE50 キャブレーターモデルですとね、こういった燃料の腐食などはね、比較的簡単に修理できたかと思いますが、インジェクションモデルですと、こういった高額修理になる場合もありますといったお話でございました。まあ、APE50 に限らずね、他のモデルでもこういったね、インジェクションモデル、高額修理になることが多いですので、ご視聴ありがとうございました。